はい、こんにちは。レトスのおのです。8月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。予想模試は本日の夜中の0時で値上げとなります。現在が最安値の価格なので、お早めにお申し込みいただければと思います。予想模試については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。卓券合格するには、一問一問きっちり進んでいくしかありません。一問一問を確実な知識にしていきましょう。 それでは本日の3問に入りますえ。不法行為が A と B の過失による共同不法行為で C に損害を与えた場合 A と B の過失の割合が3対7の時でも C は A に対して損害の全額について賠償を請求することができる丸かツかという問題です考えたい方は動画一旦ストップしていただいてこの動画の下の概要欄から問題文ご確認くださいで答えは丸ですね 共同不法行為によって他人に損害を与えた時はその全額について共同不法行為者はそれぞれ連帯して賠償責任を負いますつまり被害者 C っていうのは A に対しても B に対しても全額賠償請求できるんですね、まあ、これは連帯債務の基本事項なので、まあ、解けるようにしておきましょうそしてこの解説を聞いてあれちょっと疑問に思った方もいると思うんですよ その疑問については、すいません、個別指導で解説する流れになりますので、その点ご了承いただければと思います。で、問い2ですね。監督処分です。公県知事免許を受けている宅建業者 A が、大津県の区域内の業務に関し、乙県知事から受けた業務停止処分に違反した場合でも、 おつ県知事は A の免許を取り消すことはできない。丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。まず問題文の状況としては、公県知事免許を受けている宅検業者 A がいて、A がおつ、まあ、県のね、例えば土地とかの取引をしたと。売買契約とかをしたと。で、その契約について、ちょっと宅検業法違反があって、 オツ県知事から業務停止処分を受けたと。で、業務停止処分を受けたにもかかわらず、それに違反したってことなので、業務を行ったってことなんですよね、A さんが。で、問題文は、オツ県知事は A の免許を取り消すことはできない、丸か×かということなので、答えは丸ですよね。オツ県知事は A の免許を取り消すことはできません。A は、コ県知事から免許をもらってますよね。つまり、コ県知事が管轄してるわけですよ。 その A の免許を別の知事が取り消しができるとなると、江県知事の立場ないわけですよね。従って、これ取り消し、免許取り消しができるのは免許を与えた公権知事だけなんですね。で、指示処分とか業務停止処分、まあ、これはね、ちっちゃな処分なんで、まあ、これについては他の知事が行っても構いません。つまりま、今回の問題文で言うと、乙県知事が A に対して業務停止処分をしてますよね。まあ、これは全然問題ないんですよ。 ただ、免許取り消しについては、免許をした後見知事しかダメですよっていう話なんですね。従、まあ、って、本門の場合っていうのは、後見知事のみ、A の免許を取り消すことができます。まあ、これはすごくね、重要な問題なんで、絶対覚えておきましょう。で、問い3ですね。仮勘地となるべき土地について、質権や定当権を有するものがあるときは、これらのものに仮勘地の位置、及び地席、 並びに仮勘地の指定の効力の発生日を通知しなければならない丸か×かという問題です。答えは通知不要ですね。低等権者には仮勘地の概要を通知する必要ありません。で、これなぜかっていうと、そもそも低等権者って所有者だったり死刑者のように仮勘地を使用するってことはないんですよね。所有者とか死刑者っていうのは仮勘地の指定を受けたら仮勘地を使用するんですよ。 でも、低当権者は、所有者とか死刑者とは違って、仮勘値を使用しないんですね。まあ、収益っていうのは、もうこれ賃貸するってことなんですけども、まあ、所有者とか死刑者っていうのは、え仮勘値を使用することもできるし、賃貸することもできるんですが、低当権者は使用収益する権利ないんですよ。つまり、仮勘値を使うことはありませんので、低当権者に仮勘値について伝えても意味がないんですよね。したがって、通知は不要だということになります。 これも理解していただければあ、当然だなと思いますよね。だから別に覚える必要ないんですよ。もう理解していただいたら答え導けますので、このような勉強をぜひ行っていただければと思います。そして初めにもお伝えをした通り、予想模試は本日の夜中の0時で値上げとなります。現在が最安値価格なので、お早めにお申し込みください。そして今販売している予想模試は、実際個別指導や短期講座で教えているような解説をしています。理解学習ができていない方、 予備校や通信講座、市販の過去問やテキストを丸暗記していて、理解できているか不安だという方、点数がまだ上がってこない方、こういった方はぜひ弊社の予想模試で理解学習を体験してみてください。こうやって理解するのか、こういうことだったのか、新たな発見や理解、さらには頭の整理まで行います。試験まであまり時間ありませんので、今から真の実力をつけていきましょう。 レトスの予想模試についてはこの動画の下の概要欄から内容をご覧ください今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございましたレトスの者でした今年絶対合格しましょう